あ、ところでお前らビーバップって知ってるか。ああ、あれだろ、俺たちみたいなやつらがいっぱい出てるやつだろ。そうだ、前に袴履いてたやつだろ。先生、俺らガロしか打ちたくありません。近いね、近いね。確かに、お前は、さてはあれだろ、三世はガロしかないとかそんな感じで思ってたろ。だってさ、三世ってガロしかねえじゃん。ガロー。お前全然分かってない。それそれ、三世はガロだけではございません。何が、ね、分かりやすく俺は説明してやるけれども、まあまずはお前ら、ジャックポットって、ジャックポットパチンコってのは知ってるか。ジャックポットっつったらあれじゃねえの、ゲーセンのメダルゲームにあるじゃなくて。そうそうさ、ジャックポットってパチンコにあんのかよ。ああ、まあ普通のやつだったらそういうふうに思っちゃうんだよ。それが普通なんだよ。だからこの CR ビーバップ壇蜜与太郎戦火はマックスでもミドルでもない、全く新しい新ジャンルのパチンコなんだよ。すごいことできんの。俺は当たり役に説明してる。いいか、これを見ろ。何がすごいか、ここがすごい。なんと図柄が揃えば一番上乗せしてやるよ。ご自身がキャラクターになるこのパチンコは
初めてじゃないですか。そうですね、 PV として出演するのは今回初めてなんですけど、やっぱりあの仙台貨物さんの曲の中でビーバップっていう世界観の中でっていうことで壇蜜先生としてお手伝いすることができたので、すごくそれは光栄でしたし、やっぱりPV の世界観って絶対に壊しちゃいけないものだと思うので、ある意味まあ壇蜜さんらしくいつもの感じでとか先生っぽくっていうふうにはご指導いただいたんですけれども、あのビーバップやその仙台貨物さんの考えるあのちょっとエッチな、それでもちゃんと指導してくれる熱血な先生で、で身のこなしがクールでっていうようなあの雰囲気を壊さないようにっていう努力はしましたね。はい、すごいですね、キャラクター設定をしっかりと考えてでは最後に壇蜜さん、はい、パチンコファンの皆さんにぜひメッセージをお願いいたします。はい、ビーバップという世界観はあのちょっと昔の古き良き不良と呼ばれるちょっと硬派でそれでもちゃんと義理がたい人たちのお話です。その中での仙台貨物さんの歌もそのビーバップの世界観に大変合ってると思いますし、どこかこうひたむきでそれでもちょっとシャイでなんか不器用なところが感じられる、そんな世界観が詰まった題だと思っています。その中に私が先生としてあの出演させていただけること大変光栄でしたし、これで全国の皆さんにこの題を知ってもらうきっかけになるというのはとても嬉しいことだと思います。新しい機種が出たということで、この機種がぜひ盛り上がるようにこれからも応援させていただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は本当にお越しいただきましてありがとうございました。